終了しました。アーセナルとしては終盤の失点は悔やまれますけど、気持ち切り替えたいですよね。相手は勢いありますからね。はい、ありがとうございます。さあ延長戦どのような展開になっていくのか、ドラマがあるのか見届けましょう。という間にゲームは再開しています。スロープシール同点に追いついての延長戦です。これは出てしまいます。ファンペルシーへ、読まれています。マーク・ウィルソン、ここはディフェンスに合います。抜けるか、ウォルコット、ディフェンス、アルテタ、通るのか、ボールは繋がらない、ボールを奪う、ボールがこぼれている。ボールを追いかける。延長前半12分、パスが届かない、戻してエリア内、どうだ、シュート、オフサイドですね。ホスキルニ、そしてここで笛です。延長の前半が終了しています。残された時間はあと15分。この後どのような展開となり、そしてどのようなドラマを選手たちは見せてくれるのか期待しましょう。さあご覧のようにゲームはすでに再開しています。今日は全く目の離せない試合を見せてくれています。それではお伝えしてまいりましょう。延長後半始まったところ、連続ゴール、あのタイミングで打たれてしまうとキーパーの反応は遅れてしまいますよね。勝ち越し、素晴らしいシュートだったと思いますね。この1点の重みをどう感じているのでしょうか。ちょっと集中力が途切れましたよね。終わり際このままゲームをただ普通に回していくのかなと、ちょっと集中が欠けたところでやられてしまったので、もったいない失点になりましたよね。残り時間はわずかですけど、ここまで拮抗してましたからね。まだ何かが起こるかもしれませんね。延長後半7分というところ、どうする、つながりません、奪い返す、ウィーラン早い寄せ、ファールに合います。リプレイ見てみましょう。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。壁に当たって跳ね返る、ウォルコット、ウ
ますよ。テクニックを披露します。うん、出てましたかね。ここで回します。相手の焦りを誘うようなボール回しですね。どう構築するのか。うまく抜け、このボール拾う。ここでファールがありました。チャンスを逸します。これは奪い返します。ボールを上げる。この後ですよね。しっかりと切り替えたいところですよね。ディフェンスに合う。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。スロープシード逆転で勝利。